まあ、序盤でボクシングがこう自分のいい動きの一番いい動きの状態の時の持っていき方にちょっと時間がかかったりとか、まあ、相手どうのこうのではなく、もう自分との戦いですかね、自分がこう一番いい動きができる時に持ってこれなかったっていう、そこが範囲です。相手をもっとイメージして取り組むとか、まあ、体調を含めて、まあ、風邪とかは引かなかったんですけど、まあ、細かく言えばそういうところですよね。自分で体調管理するとか、こう一番体に疲労が溜まってないように持ってくるとか、過去に村田先輩とか清水先輩とかも、やっぱり多分同じ条件で国際大会臨んで、それでやっぱああやって結果残されるんで、だから本当適応力とか対応力だと思います。もうそこの環境とか人のせいにはしてらんないんで、だったらもうそれに適応するような練習と生活、やっぱりそういうところから組み立てていかないと、まあそうですね、勝っていけないと思うんで。ただ今日もそうですし、昨日とかも、まあ、今までの国際大会も、もう僕は結構外人との差は感じてないんで、はい、もう本当勝てたかなっていう試合を落としたりとか、やっぱそういうのが多いんで、だからそうですね、もう環境に対する適応力とか、自分が一番いい動きができる状態に持ってくるとか、そういうところですかね。もう人のせいなんかできないし、相手どうのこうのじゃなくて、自分が一番いい動きができる、そういうところが課題ですね。まあ、いじけてらんないんで、切り替えて、明日から切り替えて頑張ります。